マスターオブガーデン七影列伝。ひとまず廃村からの拠点移動は完了したけど、これからがシャドウガーデンにとって本当の戦いね。差し当たって都市機能の整備、構成員の訓練、兵団の確保、軍資金の創出、やることは山積みです。都市の運用面と資金調達についてはガンマが動いてくれているのだけど、このアレクサンドリアの地は思いのほか肥沃にできている。これを活用しない手はないわ。つまり農業や牧畜なども行われますか？ええ、それもこの地においてなら人目を気にせずに行うことができる。ガンマが商売を行う上で様々な商品開発を試す場としても、このことの土地を大いに活用できるでしょうね。ならば都市の防衛機能を整えることも早急の課題です。深淵の森と霧の竜の毒の霧に守られているとはいえ、古都の西側は地勢的に最も防衛が手薄でありますから。守られているからこそ油断してはいけないということね。それなら訓練施設との兼ね合いにして防衛機能を用意するというのはどうかしら。普段から訓練を行っていれば、いざという時の防衛としても機能するというように。明暗だと思います。構成員の訓練を担当するこちらとしても依存はありません。それならイータ。この古都アレクサンドリアに構成員の訓練施設兼拠点防衛システムを作りたいのだけど。訓練、拠点、防衛、建築、やりたい。お願いしてもいいかしら。うん。アシスタントとして遠慮なく自分をお使いくださればと思います。うん。できた。ラムダは、こちらに。すごいの作るよ。すごいのですか？これが設計図と完成図。拝見してもよろしいですか？うん。それでは失礼。これは本当にお作りになられる？うん、作るよ。確かにこれが実現すればアルファ様の求める要件を完全に満たすどころか、想定も機能も大きく上回ります。ですがこれは少々やりすぎなような気がします。これで訓練をしていたら、その普通に命の危険。手伝って。手伝って。さあ、イエスさ。うん、よろしい。楽しい実験始めよう。これは大変なことになってしまうのでは。ふん。いい土、
いい水、いい風、いい日当たり、いい日陰、広いお家に、広い実験室、そして外はまるまる実験場。訓練にも使えるすごい防衛システムになる。マスターは言ってた。本拠地の守りには勝ち抜けシステムがないとね。一人ずつ戦って倒さないと通れない仕組み。あの村だと難しいけど、本当はそういうのがいいって。すごいの作る。この足音はガンマ。アルファ様、大変ブレフ。鼻血は出ていないようね。よかったわ。それでどうしたの？そんなに慌てて。ミドガルの王都で何か起こったとか？まさかアルファ様、あれをまだご覧になっていないのですか？あれ？外のあれです。今日はまだ外に出ていなかったのだけど、何かあったの？緊急を要する迎撃ならガーデンの構成員が即座に対応を。訓練場ですよ。訓練場？ちょうどここにイータの引いた図面があるわよ。午前中はこれをチェックして、午後に細かい指定を。もうできてるんです、その訓練場が。昨日の朝にはなかったものが今日はもうあるんです。もうできてる？ちょっと待って、イータに話をして。まだ2日しか経っていないのよ。アルファ様、昨日は何をされていました？1日かけてラムダから上がってきていた構成員の編成計画を検討面含めてまとめていたのだけど。その丸1日でイータがやってしまったのでは？私も昨日はリンドブルムの方に出ていましたし。スライムを建造で使ったにしても驚異的なスピードね。ひとまず実物を見てみることにするわ。うん。アルファ様、施設できたよ。眠い。お疲れ様です、アルファ様。防衛機能を含んだ訓練場というよりまるで要塞ねと図面の時点で指摘するつもりだったのだけれど。訓練もするなら実戦を踏まえて用意したよ。いくつかの広い区画を入り組んだ一本道で結ぶ構造になっているけど、この意図は？一人ずつ倒さないと一番奥までたどり着けない。これはマスターの影の英知。私たちは7人だから、防ぐ場所も7箇所にした。なるほど。この構造ならゴーレムを配置するのと合わせて、敵が大軍で侵入してきてもその動きを大幅に制限できる。敵の動きを把握しつつ一点集中的に防衛することができるし、平時は複数の区画を利用して訓練の内容を分けたりもできる。
いかにも彼の考えそうな抜け目のない構造ね。あのアルファ様、何かしらガンマ。防衛システムの存在意義については私にも分かります。シャドウ様の英知に基づいた必要不可欠な仕組みということも。ですがこのゴーレムの数は明らかに過剰ではありませんか。これだけの数を維持し運用するにはかなりの資金が。そもそもラムダ、あなたがいながらどうしてイータを止めなかったの。それはラムダに私の実験協力を断る権利なし。さあイエスさん。 あなたにとってシャドウと七影の命令は絶対、そういうことよね。さあイエスさん。このゴーレムはことにおける防衛戦力であると同時に、訓練における仮想敵としても従前に機能するものであります。そしてイータ様はゴーレムの評価試験と同時進行で、このゴーレムを仮想敵とする特殊な戦闘データをガンマ様直々に取っていただきたいとのことであります。特殊な戦闘データ、アルファ様ではなく私が。魔道具使ってもらう。魔道具？イータの中ではすでに何らかの完成形が見えている。あとはそれを実験で確かめるだけ、そういうことね。イータの実験、果てしなく嫌な予感がするんですけど。イータ、その魔道具というものについて説明してもらえるかしら。わかった。例えば魔剣士の剣は鍛造する過程で一定の魔力を込めることで魔力を流しやすくしてある。これは使用者の魔力が高ければ高いほどその魔力の流れに共鳴して強い効果を発現するから、この魔力を流しやすくする効果に注目特化して様々な能力を強化する道具を魔道具と名付けた。魔道具を使えばガーデンはもっと強くなる。だから専用の工房も作らせてもらったよ。と、まあこんな感じ。こんな感じって誰の許可も取らずに専用の工房まで作ったというの？確かに構成員の能力の底上げは今後のガーデンにおける課題の一つでもある。そしてその制作と実証実験を私たち七影が行うことの必然性も将来性もあるわね。確かにアルファ様の言う通りではありますが、さすがに一言くらいは先に言っていただければと。ガーデンの懐事情は無限というわけではないのですから。無限じゃない？そんなわけありますか。まあまあガンマ。それにその魔道具の実験をどうしてこの私が担当するのです？自分で言うのは少々心苦しいのですが、他の七影の方がその適任のはず。うん、実際ガンマ適任じゃない。だったら。責任じゃない。だから一番いい実験になる。つまり能力を底上げする魔道具だからこそ
その上げ幅を最も実感可能な七影に今回の実験をしてほしいということよね。うん。ガンマ戦闘面そんな強くないし。はあ、人が気にしていることを。落ち着いてください、ガンマ様。あくまで七影の中の話であって、ガーデンの構成員に比べればもちろん差は歴然ですし。それに最近のガンマなんかたるんでそうだし。ちょっと、実験ばかりで引きこもっているあなたに一方的に言われたくはないのだけど。あ？ガンマ、まさかシャドウ様は今の私の状況と気持ちを全て見透かして。シャドウはあなたに何か伝えたの？ええ。抜かるなよ、ガンマ。新天地に安寧することなく、常に自らへ問い続けることだ。その精神の積み上げこそ、あらゆる土台を支えるのだからな。彼がそんなことを。まさに今のあなたの状況を予測しての言葉ね。ことを接収し、新たな拠点ができて安心していた私を限界に戒めていたのかもしれません。ガーデンにとって本当の戦いはこれから。安定した状況に甘えて決して気を抜いてはならない。シャドウ様には全てお見通しということなのでしょう。確かに私の能力の底上げは、七影はもちろんのこと、シャドウガーデン全体の土台を支える力へと直結します。じゃあやろう。ええ、やるわ。魔道具でもゴーレムでも何でも持ってらっしゃい。ふん、その言葉もう取り消せないからね。わかってるわ。ラムダ、実験準備よろしく。さあ、イエスさ。有意義だけど限りなく危険、そんな実験になりそうね。ああ、これは。あれ、私強いのでは。魔道具の底上げによってガンマに不足している能力がしっかり補われている形ね。ええ、弱点を補強する運用はもちろん、もともとの長所をさらに伸ばすといった運用もできます。劇的な変化はもたらさないのかもしれない。だけどその差は時に、特に難しい状況では明暗を分けるきっかけにもなるということね。そう、それが魔道具。ふふ。ラムダ、本当に大槍になる。ですがガンマ様に危険が。やって。しかし、もしもの時は私がフォローするわ。アルファ様。さあ、イエスさ。さあ、どんどんかかってきなさい。我が太刀に立てぬものなしよ。え、いいと、この数はさすがに。ふふふ。あなた、私を殺す気？死ななければ殺したことにはならない。そういうことじゃなくて、私が死んでもいいのかってことよ。
そうなったら、まあ仕方ない。ちょっと、作成に成功した。上質な魔道具用意したよ。次の戦闘はこれを使って。用意したって言われても。質のいい魔道具はやっぱり製作が難しい。魔道具の製作自体はレシピ通りに素材が揃っていれば、どのような品質の魔道具でも安定して行えるとのことです。ですが、基本性能以上の効果や付加価値を目指して安定して魔力を付与させるとなると、やはり根気が必要かと。思った通りに魔力の流れを安定させるのは難しいこと。それは魔道具においても変わらないということね。ガンマ、頭を使って勝って。お見事です、ガンマ様。死ぬかと思ったわ。うん、死ななかった。つまり魔道具の実験大成功。もう怒る気力もないわよ。でももうちょっと頑張ってほしかった。今日の実験終わってないから。まだ何か試したいことがあるの？うん、この防衛施設稼働実験、スライムを使ってる。テストが必要。魔道具と一緒に実験したかった。なら私がテストするのはダメかしら？アルファ様は強いから、いいデータ取れないかも。強いものが魔道具でさらに強くなるのであれば、それはそれで参考程度にはなるんじゃないかしら。それはまあ、うん、その結果確かめる。面白いかも。それじゃあ決まりね。ラムダ、今用意できるもので一番いい魔道具を。イエッサ。じゃあ突破していって。了解。全部倒してしまって構わないのよね？出てくるもの全部できるものなら。これはある種の真剣勝負。ラムダ、始めて。さあ、イエッサ。体がいつもより軽い。魔道具効いているのね。うわ、アルファ様強い。イータ様がアルファ様の気を渋ったのもわかる。これでは魔道具による伸びしろがわかりにくくて、あまり参考にならない。笑った。まさかまだ何かある。さて、あとは最奥のワンフロアだけど、もうゴーレムもスライムも出番はおしまい。相手はスライムじゃない、ゴーレムでもない。あら、じゃあ何が出てくるのかしら。
デルタ様。お、アルファだ。おい、イータ、ここに来るやつはどんなやつでも倒していい実験。お前そう言ったですよね。うん、言った。だからアルファ様も倒していい。これはそういう防衛施設の実験。イータ様、さすがにそれは。倒していいやつがアルファ様ということは、つまりここでアルファを倒してデルタが群れのナンバー2ということになるのです。ああ、イータ、うん、出てくるもの全部倒してしまっても構わないのよね。うん、どうぞ。それじゃあ遠慮なく。今日はビビらないですよ。デルタが勝つのです。なんか今日のアルファ様強いのです。魔道具、良いものね。これが魔道具の進化、実力者をさらに強くする。思ったよりいいデータ取れた。実験成功。あの、アルファ様。イータってこういうところのある子なのよ。目的のためには他人の命にだって遠慮はない。そもそもそういうことを思いやる感覚がないのかもしれない。でもそういう純粋さこそがあの子をイータを言いたたらしめている。一緒に今回の作業をしたあなたにもそれはなんとなく感じられているのではなくて。確かにそうですね。あまりに純粋で、純粋すぎて支えたいと思える。イプシロンなんかはいつもあの子の世話を焼いているのよ。アルファ様、それは他の七影の方々に対するアルファ様も同じです。そうかしら。そうだといいわね。イータの実験もうこりごりなのです。拠点に防衛施設と訓練施設作った。ガンマとデルタに実験協力してもらった。へえ、お疲れ様。協力とイータは言ってるけど、それ絶対巻き込まれたやつだよね。ただデルタはホイホイ騙されたとして、ガンマがイータの実験に付き合ったのはちょっと意外だ。いつも実験に付き合わされてるベータがいなかった分、何か事情があったりしたのかな。まだ改造の余地いっぱいある。何か面白いアイデア、勝ち抜けシステム以外にある？アイデアね。勝ち抜けシステムもなんとなく思いついたというか、バトル漫画でよくあるテンプレを話しただけのような。実際には誰かに任せて自分たちは先に進んだりとか、何かの拍子で数箇所先にワープしちゃったりとか、攻略順番が守られないこと往々にしてあったりするんだけど。そうだな、謎かけというのはどう？謎かけ？そう、謎かけ、要はクイズ。力だけじゃなくて頭も使わないと通路が開かなくて先に進めない感じの。あ、それとっても面白そう。
でもデルタとか通れなくなる。それはまあ最初から答えを教えていれば大丈夫なんじゃないかな。デルタが答えを忘れないという保証は全くないけど。じゃあ例えばどんな謎かけ？ミドガルマグロ、実験材料、この2社に通じる言葉は何か、何時の心に問うがいい。その答えこそが何時の迷う道を照らし出すであろう。マグロ？マグロのムニエル、今日のお昼に出てきたんだよね。そういえば最後にお刺身を食べたのっていつだっけ。こういう世界じゃ魚の生食は非常識扱いされちゃうからね。目立ちすぎない他の和風な食べ方となると、すぐに答えは出てこないけど、やっぱりマスターの話いつ聞いても面白い。